そう、今日もね、クッパパーティーで遊んでいこうと思いまーす。前回はね、クッパ軍団、かっこまあ一人でね、結構な理不尽を味わった覚えがあるんですけど、今回はね、マリオチーム、ピドーン！マリオチームで、ね、コンピューターが友達だ！うん、まあ、俺はくじけねえぜ。今回はですね、達人が3人もいます。すげえなー。いよいよクッパの達人ってどうなんだろうね。ちょっとわかんない。ただ、こっちにも達人が2人いるんで、運負け？前回結構理不尽なビンゴを味わったんですよね。でも、運負けはしないと思う。達人が2人だからね。ちょっと1人ね、一番情けねえヒーローが右上にいるわ。さあ、今回はこのね、クッパキャッスル？ドキドキキャッスル？うん、ハラハラキャッスルか。ハラハラキャッスルで僕たちが逃げる側ですね。いや、ちょっと、達人二人はちょっと頼もしすぎる感もあるけどね。さあ、クッパから逃げます。いや、クッパミニゲームやばいんじゃないかな、正直。クッパの操作がさ、達人なわけでしょ？前回は、すごく強いで、まあ、逃げれたかなぐらいでしょ？今回やばいかもしんないね。さあ、行きましょう。まあ、自分はちょっとね、サイコロとか運に恵まれない分を達人がカバーしてくれるといいんだけどね。あ、いいね !6! 早速、まずはね、これ、何これ、アンラッキーマス。ウーガンフィッシュって言うんだ、あれ、ウンババじゃないんだ。ハートを半分失ってしまう。あそこには止まりたくないな、じゃあ。じゃあ、お前らよろしく。お前らよろしく。俺そっちの方、まあどっちもいいんだけどね。プラスサイコロ取っとこうや、ここは。オッケーオッケー、守護のサイコロ取っていく。これでかいね。さあ、コンピューター頼むぜ。今回はね、コンピューターちに。なんだかんだね、コンピューターちも前回ね、本当にギリギリ終盤までね、耐えるしかなかったからね。これ、あれでしょ、ウンガフィッシュ食らうのはマリオだけでしょ？責任重大。マリオ。責任重大よ。オーケー。オーケー。アンラッキー！これさ、ウンガフィッシュでもマリオだけでしょ？まあまあ、よしよし。じゃあいいや。普通だから、こいつは捨てよう。さあ、前回バドミントンでね、自分といい勝負したガボン。今回はね、達人となってね、うちのチームに加わりました。頑張れガボン。お前誰や、ところで。まあ、確かマリオにいたよね。マリオ3だったから、お前も何をしているんだい。お前、それも揃って、お前ら一体何をしているんだい。ミニゲームまだしてないんだけど。まだミニゲームしてないのに。まだミニゲームしてないのに、早くもさ、お前ら HP が3になってんだけど。さあ、ロゼッタ責任重大。うまい。さあ、やっぱロゼッタだよな。なんかしら、お、20マスとか絶対いける、大丈夫大丈夫。めちゃくちゃ離れてるよ。20マスはだってさ、6666とかじゃないといけない。無理じゃん。いや、無理無理。追いつけないよ。いや、追いつけない。20マスは追いつけの気しないもん。追いつかる気せんもん。20マスとか。いくら達人でもそんな理不尽があるわけないじゃん。はい、OK。よし。まあ、クッパのね、1ゲーム分クッパで食らったと考えれば悪くないだろう。OK、OK。お、結構遠いね、しかも。さあ、余裕があります。さっきの今日。じゃあ、もう砦近いね。ちょっとアンラッキーは引きたくない。自分はね、自分さ、ミニゲームはいいんだけど、なんかいつもなんかトラブル？アンラッキーマスとかで食らっちゃうとかそういうこと多いから、そういうのは避けたいのよ。イベントで避けるば、のはね、避けないとダメ。あ、マリオいい。それで、その目いいんじゃないか？お、いいぞ！突破できるかも。もう結構早めバカたれ。頼むわ。まあ、このターンにはを一回追いつかれちゃうとはもう、おい、ナイス！やばいぞ、今回、達人。もう、楽勝モードあるかもしんない。クッパがいくら達人とは、こっちも達人だからね。さあ、まずは、ハートをね、ここで、ほぼほぼ無傷です。ガモンとマリオは元通り。ロゼッタとキノピコは9！で、クッパジュニアマスだね、やっぱ怖いのは。クッパジュニアマスで半分に減らなければ、いいんだけどな。さあ。で、ファイヤーバー？前回僕が設置してたようなファイヤーバーがあるじゃないですか。あれなんですよね、問題は。あれで半分まで減っちゃうっていうのがあるから。クッパトラップ。ロゼッタ？あ、ロゼッタが選択するんだ。じゃあ、多分、その感じだと、あと2マス怖えな。てか、俺引く可能性あんのか、あそこ。責任重大なら、お助けジュニア、離れすぎてるんだ。離れすぎてるから、お助け中には来ちまったわ。多分このターンには追いつかれるかな？何マス？今。21マス！
あーでもこれ21マス5つやったらどうなんだ。よーし振り直し。いやもっと悪いで目、悪い目だよ、もっと悪い目だよ、悪い目だよ、悪い目だよ。241よっしゃー追いつけねえな、クッパ。今日は影の歩みって言葉を知ってるかい。やったこれはすごいぞ。でもここで食らっちゃいそうだな自分。えっ、よっしゃ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 、ここもトラブル避けたね。大丈夫だよね、2って大丈夫、残り2。ここは OK、 OK、 今回出目もいいね、これワンチャンかなりスムーズにいくのでは。1は OK、 全然大丈夫、それはダッシュだからね。今回マリオ分かってんじゃん、前回マリオなんか失敗してたよね。うわクッパジュニアやめてね、みんなのハート2分の1とかさ、毎回それで削られるから自分は。達人はね出目もいいよ、でもそういうとこあるから達人って。そう OKOKOK、 いいよ、ハートがどっちでもいけるね。クッパトラップどっち行く？え、冒険するね。俺絶対右行ってたわ。まあ、ただハートは増える可能性ある。ガバン頼むぜ達人。ロゼッタ頼む、一気に抜けてくれロゼッタ。よしよしよし、ロゼッタはもうここロゼッタ食らおうがよ。大丈夫そこ。おー、さすが達人だわ。さあ24マスです。24マスはないで、お助け神社また来た、情けないぞクッパ、お助け神社ばっかり来やがって。お助け神社いっぱい来てるけど、で今回こっちがめちゃくちゃ進めてるからね、24も結構ね5つだと出づらいと思うよ。うん、振り直し。なかなか追いつきれいな今回。1233、あっどんどん離れていく。ちょっとクッパ、クッパが追いつけてないんだけど、これやだな。俺自分の時に超えされたら嫌だったかも、すげえ全然追いつけないじゃん。こっちなんかさ、プラス対抗とかも使ってないよね。あっ牛の歩みって言葉を知ってるかいクッパ。足りてない、全然足りてない、楽勝ムード漂っております。本日楽勝が最悪1。いくぞ、はい、よし、今回出目がマジでいいぞ。6でも先どうだったか見てないけどね。まあでも、自分のハードが半分出るのは避けた。1、2、OK! お、終わっちゃうよ。え、クッパのミニゲームなしに、終わっちゃう説あるよ、これ。1でも全然大丈夫。だってラストスパートだし。さあ、はい、もうラストスパートです。クッパのミニゲームを一度も受けていません。やばいぞ。え、こんなの、こんなんあっていいの？一回もクッパと出会ってないよ。え、マジで？クッパと一回も出会ってない。さあ、もう少しなんですけど、ここで関係なくクッパ来るよね、一応。そうそう、今回はね、このステージはちゃんとクッパが絶対最後まで来るからね。ずっと追いつけずに終わるってことはない。さあ、こっからです。一度も追いつけなかった達人クッパ。こっから交互に振るんだっけ？ただ戦闘不能の人はそのまま行けんだっけ？さあ頼むぜ。さあクッパが強制的に追いついて、2位は OK、 悪くない。さあ5マス離れました。正直クッパね、今のところ一回も追いつけてない達人クッパ。それでいいのか達人クッパ。まあ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 いいでしょう。そろそろ来ると思ってたよ。そろそろ来ないとね。面白みがね。行こうや。達人クッパ、いよいよ反撃の能手を上げたか。今回すごいアクションムードだよね。わー、うん、よし、勝てる。これはだって避けれますもん。達人はだってさ、キラーは操作できないんでしょ？いけます。1ダメージも食らわず終わらせる。だって避けれるもん。引きつけて上。だから干渉し合ってぶつかるがやばい。でもなんかさ、これキラースロットってね、キャラの顔が揃うとなんかめちゃくちゃ飛んでくんだよね。昨日この前編集してて気づいたんだけど、だからスロット揃ったら避けれないかもしんない。俺干渉し合ってくらは避けよう。あ、でも、あ、ロゼッタ、そう、これこれこれ
めっちゃ来てんだよこれ。え、嘘、ワンパン、やばい、来てる、こっち引きつけていこう、スロートやばい、引きつけていこう、マリオ邪魔、マリオ邪魔、ロゼッタワンパンされたぞ達人で、た痛い、クソ食った、もったいねえ、ここも行けよ、あ、いた、しまった、やべえ、結構食らったな。てかロゼッタワンパンされたぞ、やばいなこれ、これロゼッタ嘘でしょ。さあロゼッタがあったらここでサイコロ配布係になるんで、123ゆっくりサイコロか、ハートを回復できるかもしれない、それはハートマスがあれば俺がそれに止めてやる。ないなー、ないね、これはもうだからマリオたちに譲った方がいいかも。2か、オッケーオッケー、いいんじゃない、ハートは手に入る、これで123ゆっくりサイコロで。ただクッパの猛攻を耐えないとダメだ。いやキラースロットでちょっと食らいすぎた感あるな、まあ、ここ追いつかれるの仕方ない、仕方ない仕方ない、それはもう仕方ない、絶対追いつかれる。さあ3人になったね、さあ来たか。来ましたか。これ達人どんだけ早いんだよ、これさ、ちょっと待って、終わる説ない、一撃3だったよね確か、2撃くらったら終了だね、ガボンも俺も、え、もしかして、いや、ちょっと待って、ちょっとごめん、本気出すわ、ごめん本気出します、 A と2交互本気出しますね、これで負けたらどうしよう、達人と勝負だ。削られたくねえな、ちょっと本気出します、マイクも切ったもん、行きます、やば、怖、緊張する、行くぜー、やられるわけにはいかない、うわー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 い、ガボン頼む、やっちまったー、はゆーなー、はゆーなー。一応ガボンがハートマスあるよね、止めてくれと思う。マジか、こんなに強かったのかあいつ。くっそ、初め超楽勝ムードだったのに、ナイスガボン。よし、これでみんな復活した、一応今回ガボンが強いぞ、よく連打タワーがあれ回避したな。さあ命もらった、3人帰ってきた。3人帰ってくるっていうすごいな、クッパがさ嫌やろな。さあまあミニゲームでもう逃げるしかないね。いやでも2はもう虫の息みたいなもんだからな、達人からするとちょっとの無傷でどっかの無傷でこりゃできんのかこれ。いやーこれは達人にかけるしかねえ、俺知らねえぞこれ、やったことねえぞ。え、ふ、は、え、あ、振って走るの、無理だって、振って走んのかよこれ、え、十字キーだと思ってたんだけど、あ、こんなん人無理だって、え、マジでコンピュー十字キーで今まで動いてると思ってたのに振って走んのか、こんなん無理だって。無理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 、これは無理だって。だってこんなんさ、怖い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 、あれ全然止めねえじゃねえかよ、ローラー。ね、いつ止めんのかなって思ってたら全然止めねえじゃねえか、ローラー。みんな無傷じゃねえか。あのゲーム自体は結構クッパ不利だったんだね、やっぱり。で、振って走んのか、大変だったな、今の。確実に3マス進むってことか、ロゼッタが考えてんのは。でもそれだったらさ、一回振った方が良かった気がするけどな。クッパジネマスあったでしょ。さーて、あとハートが2でなんとか生き残ってるけど。まあね、ここは仕方ないね。いやー、達人と3人で俺たち逃げ切るしかねえ。てか、よくさっき無傷でいけたな。うん。うわー、これは達人頑張って。これ達人に頑張ってもらうしかない。ロゼッタと自分は一撃で終了です。ガボンが一撃してありますね。
一応なんか神回避みたいなことすれば避けれるんだけど、達人がねヒュッて避けてくれてたんで、前回僕がやってた時も大丈夫だと思いますよ。これはこれは大丈夫でしょ。達人だって仕掛けるにしてもさ、仕掛けはないでしょ。よし、まあ自分もねできる限り逃げよう。最悪平石になろう達人の。さあどう仕掛けんの。まあやっぱそうだよね。え、2つワンパンになろうとしてる。さあどうだ、どこ止めんの。はい、こっち。はい、オッケー。動けるんでねこれ。よし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 。達人うめえな、全く真逆の方向に逃げてるわ。え、達人意外と貪欲だな、一発で落とそうとしてんだ。あ、そうやって達人はやるんだ。でもさあどこ止めんのかな。はい、ここロゼッタ。マジか達人。おい、達人が落ちた。やばい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 。ガモン頼むぞ、俺がやられてもガモンお前は生き残るよ、頼む。あ、やばい、俺を落とせに来てる、俺を落とされる。はい、こっち、ガモン。よし、生き残った。でも生き残ったな。まさかの俺がこれで生き残るとは。俺意外と頑張ってんな、俺意外と頑張ってるぞ今回。いやー、ロゼッタ落ちんのか。あ、俺か。いやー、ハートマスもねえな。こうなるともう実力で逃げるしかないってこと。やばいや。3123、普通だな。いやー、交互にサイコロ風で追いつかれてるからな毎回。いや、やばい、もうきついかも。やばいって、終わっちゃう。サイコロ配布係もこっち来ねえしな。くそ、やばい、めちゃくちゃやばい。なにこれ、やばいって。それはこれって結構なんか強かったよね、クッパ。これ傾けて逃げるんだっけ。いやー、一人、どっちか一人残れよ。4発で終わる。どっちか一人生き残ろう。お互い干渉し合ってぶつかることはないからね。やばいな。え、これ傾けんの、傾けに逃げんのって結構難しくないか。はい、あ、こういう感じか。あ、ガモンやばい、ガモンやばい。え、嘘、やばいやばい、追いつかれ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 。お、風の歩みって言葉を知ってるかい。牛の歩みって言葉を知ってるかい。追いつかれ、わっ。あらまあ、あらまあ。あなたら無理さ。達人クッパ超強いじゃねえかよ。始めるのは完全に遊ぶやったんだ。俺たち全然惜しいとこも行ってなかったよ。ほらー。サイコロ配達係何してんだよ。